皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はスクワットのよくある間違いということで、膝をつま先よりも前に出さないスクワットは間違いですよという話をさせていただきます。このスクワットですね、まあトレーニングの王様とね呼ばれている超有名種目なので、筋トレしてる方はね誰しも一回はやったことあるんじゃないかなと思います。自分でねやり方を調べていただいたりとか、ジムでねインストラクターの方にやり方を教えてもらったりした時に、膝はつま先よりも前に出さないように、膝がね前に出ないようにしゃがんでくださいというふうに教えてもらった方とか、調べたね文献とか動画に説明されてたっていうね方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。まああえて強い言葉を使いますけども、これ間違いの場合が非常に多いです。もしトレーナーさんが、じゃあはいスクワットやりましょうね、まず膝はつま先より前に出ないようにしゃがみましょうねっていう風にもう何も考えずに言ってた場合はですね、そのトレーナーさんの教えるスキル、トレーニングの知識とかコーチングのスキルっていうのを疑った方がいいです。あえて今ね強めの言葉で言いましたけども、それぐらいですね、この膝を出さないようにスクワットをするっていうのは逆にですね怪我のリスクを高めてしまう方法でもあるので、何も考えずに膝を前に出さないように出さないようにってスクワットをしていた方は気をつけてくださいっていうね注意喚起の意味も込めて今回ね動画を撮らせていただいてます。じゃあなぜこの膝をつま先よりも前に出さないスクワットがいいとされているのか、まあそういうね説明の仕方をしているメディアとかトレーナーさんがいるのかっていう話なんですけども、大体ですねこの膝を前に出さないようにしゃがんでくださいっていうね説明をしている媒体ですとかトレーナーさんの説明を見たり聞いたりしていると、膝をつま先よりも前に出すと膝を痛める可能性がありますと、膝を怪我してしまうリスクがあるので膝は前に出さないようにしゃがんでくださいねというふうに説明をしている方が多いです。ほとんどだと思います。確かにねその負荷のかかり方を見てみると、まあその重心から離れれば離れるほどその部位に負荷は集中しやすくなるので、膝を前に出せば出すほど膝への負担は大きくなるっていうのは確かなんですけども、実際にね膝をつま先よりも前に出してしゃがんだところでそれでね怪我する方ってほとんどいないです。まあもともとその膝が悪い方とかね、スポーツで膝を怪我した経験があるとかそういう方の場合は怪我のリスクが高まるんでやめておいた方がいい場合もあるんですけども、そういう個人の身体的な特徴、怪我のね起用歴なんかを考慮せずに、とりあえずスクワットは膝をつま先より前に出してはいけないっていう風に説明をしているようなメディアとかトレーナーっていうのは、ちょっとこの人たち大丈夫かなっていう風に疑って見ていただいた方がいいと思います。で逆に膝がつま先よりも前に出ないようにしゃがもうとすると、思いっきりですねお尻を後ろに引いてお辞儀をするような姿勢になってしゃがまないといけなくなるんですね。逆にこの姿勢って腰がですねどんどんですね重心から離れていくので、腰を怪我するリスクが本当に大きくなるんですよ。ぎっくり腰とかね、ひどい場合は腰椎のヘルニアとかになったりしますけども、トレーニングをしている方の怪我を見ると大体ですね肩か腰なんですよね。膝を痛める方よりも腰を痛める方の方が圧倒的に割合が高いので、そういう意味では膝を守るために腰にものすごい大きな負担がかかるようなフォームを進めるっていうのは、まあ間違ってる場合がとっても多いです。まあそれが正解になるケースがまあないとは言えないので、膝をね前に出さないようにしゃがんでくださいっていう説明が絶対に悪いかっていうとそういうわけではないんですけども、それはあくまでやる人個人のいろんなねこう身体的な特徴とか怪我の有無なんかを総合的に判断した上でのことなので、何も考えずにスクワットはもう膝を出してはいけないっていうふうに思っていると思わぬ落とし穴になって腰を怪我してしまう、そういうねことになりかねないので本当に注意していただきたいと思います。まあこれもね SNS の弊害なんですけども、女性の筋トレインフルエンサーとか競技者の人なんかがお尻をね大きく後ろに引く、それこそ膝をつま先よりも前に出さないフォームでスクワットをしている、そういうね動画をアップしてたりするんですけども、それは実はまたねトレーニングとは別の目的があったりしてですね、お尻を大きく後ろに引くスクワットをするとヒップラインがすごい綺麗に見えるんですよ。お尻がね丸く大きく見えてすごい綺麗に見えるんです。
インフルエンサーの方たちっていうのは見せる仕事なので、 SNS の見栄えを意識してあえてですね、そういうスクワットを動画で上げる時だけやってる、写真を撮る時だけやってる、そういうケースがあったりするんですね。なのでそれを真に受けてしまって、このインフルエンサーの何々さんがこういうふうにスクワットやってるから、こういうふうにやるのが正解なんだっていうふうに何も考えずに真似してしまうと腰を痛めてしまったりね、する危険性があったりするので、普通にバランスよくしゃがもうとしたら膝はですね、つま先よりも前に出るものなので、膝がつま先より前に出てしまうことは気にせずにですね、しっかりねバランスをとって、まあ、下にしゃがんで立ち上がるっていうねスクワットをやっていただきたいなと思います。本当にこれでね腰を怪我してしまったりとか、ひどい場合は首もねすごい窮屈になって血液のヘルニアになってしまったりとか、そういうね症状まで出てしまう方もいらっしゃったりするので、本当に気をつけていただきたいなと思います。じゃあ学生時代でね膝の前十字靭帯を切ってしまって、あんまり膝に負担のかかるようなスクワットはやりたくないですとか、女性の方でスクワット普通にしてね膝が前に出るようなスクワットやったら前ももばっかり効いちゃって足が太く見えてしまうんでそれは嫌ですとかね、そういう方もいらっしゃるかもしれないです。まあそういう方に確かにね膝を前に出すスクワットっていうのは不適切なやり方かもしれないんですけども、じゃあそれならそれで膝を出さないスクワット以外の方法を取った方がはるかに効率が良くて安全だったりするんですよね。例えば膝をね怪我したことがあって膝を前に出すスクワットができない、ちょっとやるのは怖い、そういう方なんかはスクワットの前にレッグエクステンションをやっていただいて膝周りを温めてあげる、これだけでも怪我のリスクを減らすことができるので、レッグエクステンションを先にやればスクワットが問題なくできる、そういう方もいらっしゃるかもしれませんし、それでもまだ怖いっていう方は、まあ、レッグプレスとかですねスミスマシンを使ったスクワットでちょっと足の位置を調節していただいたりとか、あとはスクワットをやるにしてもフルスクワットではなくてハーフスクワットですね、膝が90度になるぐらいのハーフスクワットで、それもね一番上まで立ち上がりきらないノンロックって言いますけども、そういうやり方で関節への負担を減らしながら筋肉に負荷をかけていく、そういうやり方があったりします。まあ、なのでこうお尻をね必要以上に引いてやるスクワットよりは今挙げたようなアプローチっていうのを試していただいた方が腰を怪我するリスクも減らせますし、より効率よくね大腿四頭筋を鍛えていくことができる、スクワットの代わりに鍛えていくことができるのでおすすめですよと。で女性で前ももを太くしたくないと、必要以上に太くしたくないよという方なんかはスクワットよりもルーマニアンデッドリフトとか床から引くデッドリフトとか、そういうヒップヒンジ系の種目をやっていただくとスクワットに比べてお尻とか太ももの裏側ハムストリングをよく使うので、そういう種目を中心にしていただく、でスクワットよりもよりねお尻とかハムストリングに刺激が行きやすいブルガリアンスクワットを取り入れていただくと、バーベルを担いだスクワットは最後の最後にやっていただいて、それも大腿四頭筋が筋肥大しないように高重量でごくごく低回数、3回から5回ぐらいの低回数高重量でやっていただいたりするみたいな、そういうアプローチがあったりします。まあ、なのでスクワットだけでお尻とかハムストリングを鍛えようとするんじゃなくて、その危ないねフォームのスクワットをやるよりももっとね安全で効果的なトレーニングが他にもたくさんあるので、そういうやり方をしっかりね探していただくのがおすすめです。まあ、今回は結構強めなね言い方になってしまいましたけども、スクワットでね膝を前に出さないフォームっていうのはほとんどの方にとっては腰を痛める危険性のある非常に危険なフォームなので、やめておいた方がいいんじゃないでしょうかと、そういう説明をする人はちょっとね大丈夫なのかなと注意して見ておいていただいた方がいいんじゃないかというお話でした。ぜひねスクワットトレーニングにね取り入れてらっしゃる方は参考にしてみてください。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE の方でお得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも新商品やキャンペーンの情報も概要欄で発信しておりますので、ぜひねチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。